世界のジャパンチャンネルへようこそ。近くて遠いと表現されることの多い日本と韓国。見た目は多少似ていても、文化、風習、人々の考え方など、その多くが違いますよね。そのことを実感した、ある外国人夫婦のエピソードが話題となっていました。今回は韓国で日本への嫌悪感を植え付けられた外国人夫婦、実際の日本を体験し衝撃を受けるに関する話題をご紹介します。日本と韓国の違いを経験したのはとあるスイス人夫婦。二人は韓国に長く住んでいましたが、都合により日本へ移住することになりました。それまで彼らは日本に良いイメージを持っていなかったといいます。しかし日本へ移住した途端、日本への嫌悪感が一転。聞いていたのと全然違う、日本大好きと考えを改めることになりました。なぜ二人は日本に悪いイメージを持ち、そしてなぜ移住した途端に日本の印象が変わったのでしょうか。ご夫婦の体験談を見ていきましょう。彼らはまず韓国での生活について話していました。残念ながら彼らにとって韓国の生活は快適とは言い難かったようで、いくつかの嫌だったことを語っていました。彼らによると、韓国人は気性が荒く、短気で本当に怖かったそうです。二人はまだ韓国に住み始めたばかりの頃、必要なものをたくさん買ったため、タクシーを使う機会がありました。するとタクシーの運転は、とても荒くかなりのスピードで走り出し、とても恐怖だったと言います。とにかく無事に到着しますように。と、思わず願うほどだったとか。住んでしばらく経つと次第に運転の荒さには慣れては来たものの、車の割り込みやクラクションの音は何年経っても慣れなかったようです。運転以外にも驚いたことはたくさんあったといい、例えば韓国では、飲食店に行くと食材を切り分けたり食器を片付けたりしてくれるのですが、無言で近づいてくるので怖かった。店員同士が大声で話しているため、最初はどうすればよいかわからず、私も主人も黙って食べていたんです。だからせめて切り分ける時くらいは声をかけてほしいと思ったと語っていました。そんな中でもやっとのことで韓国での暮らしに慣れてきた矢先、急に日本への転勤の話が出たのだそう。その時頭が真っ白になったと当時を振り返っていました。韓国の友人にも日本に行くことを伝えたら、日本に行くなんて何されるかわからないから気をつけてと言われて、とにかく怖かった。日本に行かなくていい手段がないかご主人にしつこく聞いたりしたが、事例が出たため仕方ないと言われ、とにかく落ち込んだそうです。なぜ彼女はそれほど日本が嫌だったのでしょう？それは、韓国滞在中に韓国人から日本のことをとにかく悪く言い続けられてきたからでした。奥さんによると、韓国ではとにかく日本のことを毛嫌いしており、日本人は平気で嘘をつく、韓国に対してひどいことをしたのに、謝りもしない最低な国だ。韓国の領土を奪おうとしている。アメリカの金魚の糞なのに偉そうだ。などなど、知り合った韓国人は皆、口を揃えて、日本の悪口や、恨みつらみを述べていたそうです。また、駅構内の至るところに、反日ポスターが貼られていたりしていたらしく、そんな環境の中で過ごしたために、次第に、韓国の人は日本人にひどいことをされた、日本は最低な国なんだという考えに染まってしまったのだそう。経緯を聞くと、このスイス人夫婦が日本に偏見を持ったのも仕方ない気がしますね。そんな日本への悪印象しかない状態でやってきた彼らは、空港について早々驚かされたといいます。まず空港がきれいに清掃されていて清潔感があり、人と肩がぶつかればすぐに謝罪の言葉をかけられる。
野蛮な日本人に何をされるかと怯えていた彼らは、随分と拍子抜けしたそうです。駅でも迷っていたら駅員が声をかけてくれ。乗る電車だけでなく、乗り換えの電車や番号、時刻まで丁寧に教えてくれたり、飲食店のスタッフも丁寧で、韓国の飲食店では味わえなかった特別感のあるホスピタリティを感じられたと。早くも日本と韓国の違いを実感したのだか。日本は悪い国どころか親切丁寧で優しい国だってすぐ分かった。韓国も悪くはなかったけど、私は日本人の温かさや親切さの方が安心できたと語っていました。彼らが韓国で聞いていたような、日本人は一人もおらず、むしろ韓国人のように気性の荒く大声で言い争っている声も聞こえないし、喧嘩している場面など見たことがない。日本という国自体が平和で安全だし、穏やかに生活できていて、日本での生活が本当に心地いいと感じているそうです。彼らは最後に、韓国にいた頃は日本なんて嫌いだって思っていたから、まさか日本に対する感情がこんなに変わるなんて思ってもなかった。もし韓国人が日本のことを悪く言っていたとしても、日本に行ったことあるの？実際に日本人と話したことあるの？って言ってやりたいわ。日本で人の温かさを知ることができたから、日本に来れて本当に良かったという言葉で締めくくっていました。日本と韓国の違いを肌で感じたスイスのご夫婦のエピソード。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本の魅力は実際に行ってみれば誰でもわかる。知性も品性もない韓国には到底理解不可能。韓国はまだ反日運動してるんだ。実際の日本の素晴らしさを知ったらいいのに。異文化体験はとても良いことだと思う。でも韓国の日本の印象操作はやめた方がいいね。この夫婦はラッキーだ。日本という国の良さを理解することができた。韓国なんかより何倍も日本の方が魅力的だよ。韓国に行ったことあるけど、大人だけでなく子供も日本を嫌っている。国の事情を子供にまで影響させるのはさすがにおかしいよ。この夫婦のように日本の良さをもっと広めるべきだ。韓国のような思い込みの激しい国とは距離を取った方がいい。私の国も変な影響を与えないことを願う。近い国なのに全然違うよね。私は断然日本派よ。他国の文化を受け入れられない低能さ。さらに後進国になっても知らないよ。また悪しき歴史の1ページが作れちゃうね。韓国の小学校では抗日ポスターを描く授業があるんだって。それって常識とか学ぶ気が一切ないじゃん。だから世界から敬遠されるのよ。その国に行って異文化が体験できるのはとても刺激的だし好きだけど、違う国の印象まで植え付けられちゃうのはどうだろうって思う。この夫婦の人たちは実際に自分たちの目で見て確かめることができてよかったかもしれないけれど、日本に来なかったら日本の印象が悪いまま終わっていたと思うし、韓国では依然として反日運動が行われているのね。政治的なことに国民全員、しかも子供たちまでもが巻き込まれている。それってちょっと異常だとしか思えない。韓国に行ったことがあるけど、同じアジア人で日本人とよく似た顔をしているのに、こんなにも文化や風習が違うのかと驚いてしまったことがあったなぁ。この違いは何から来るんだろう？もはやそのルーツにすら興味を持つほどに違うよね。東京の街はたとえ繁華街であっても、ゴミなんて全く落ちていない。すごく衝撃的だったし、素晴らしいと思ったわ。私は韓国でよく路上喫煙を見かけた。そしてそのタバコの吸い殻は大抵、路上に捨てられていた。
側溝などによく詰まっているタバコの吸い殻を見かけた。本当に不愉快だった。韓国はどうして近い国なのに日本に習おうとしないのか。韓国は料理は美味しいものが多かったけど、味付けが濃かったり辛かったりするものが多くて、なかなか私には合わなかった。日本の料理はとても多様で、いろいろな人たちの好みに合う、こういうところも外国人を引きつける魅力の一つなのかもしれない。私は日本人とも韓国人とも仕事をしたことがあるけど、韓国人はとにかく自分の意見を主張したがるけど、日本人は調和を大切にする感じがした。とても付き合いやすい人たちだった。あと、韓国人って本当に日本人が嫌いなのね。何かと敵視していて、あまりいい印象はなかった。日本で物を落としても必ず帰ってくる。これは本当だよ。考えられないよね。財布の中身がそのままちゃんと帰ってくるんだ。空っぽの財布だけが届けられるようなこともない。アジアのホテルはいつだって西洋よりもサービスがいいんだが、日本となるともう別次元だ。ある日部屋の外にバッグを置き忘れてしまったんだが、部屋まで届けてくれた。必要かもしれないと余分なタオルも用意してくれた。世界中が日本人のようであればいいと思うよ。僕はそのまま日本で暮らしたくて仕方がなかったよ。以上が海外の人々の反応でした。この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。隣の国に10年も住んでいたなんてよく我慢できたな。住めば都なんて言うけど、韓国はちょっと。韓国人に日本は良いところだって本当のことを言ったら大変なことになると思うから気をつけて。前住んでいたアパートで運悪く隣の部屋が韓国人だった。毎日電話してたみたいなんだけど、いつも喧嘩してるように聞こえて、とにかく不快だったのを覚えてる。日本が素晴らしいってことが知れ渡ったら、韓国人がたくさん来ちゃうから何も言わないでおこう。言い争いなんて学生時代以来してないな。単にレベルの違いだよね。どう考えても韓国の方が嘘つきで最低な国だろ。たとえ隣国から日本の悪口の噂を信じていても訂正する気はありませんね。また日本の良さを教えることもしません。肌で感じた日本で良いと思いますよ。日本を批判する韓国人に、日本に行ったことあるの？って聞きたくなるくらいには、韓国での不満やストレスが溜まって早く逃げ出したい、抜け出したい気持ちでいっぱいだったんだろうな。欧米では日本のイメージはものすごく良いのを知らないのかな。韓国だけが日本が世界でも罵られていると思ってるんだろうな。日本を罵る韓国人たちも旅行先で一番最初に上がってくるのが日本でしょ。韓国人って本当に見えっ張りだよな。韓国に日本に移住したい人が大勢いるのをこっちは知ってるんだよな。韓国はうるさいのが国民性なんでしょう。ソウルはクラクションの嵐ですし、車の運転もかなり乱暴です。カフェでも会話は大声で騒がしいですが、日本は交通量も穏やかで、日本人は控えめに行動や発言をします。大都市東京の静けさは外国人がすぐに気づくポイントでしょう。これは韓国に限らず他のアジア諸国でも同様だね。これまでアジア15カ国に行ったことがあるけど、日本は本当に静かで清潔で規律正しい国だと再確認させられたな。外国人から日本人がロボットみたいだとよく言われる理由が分かった気がする。このスイス人夫婦のように外国の人々が驚いた日本文化が多々あるようです。その一部を見ていきましょう。東京オリンピックで外国人が最もハマったと言われるのがコンビニエンスストア。
日本中至る所にあり、24時間営業であることは、私たちにとってはもはや当たり前ですよね。しかし、世界的に見れば、コンビニエンスストアがない国も、まだまだたくさんあり、外国人にとっては物珍しく、エキサイティングな場所なのだそうです。生活に必要なものが一通り揃っていて、食べ物は温かいものから冷たいものまで種類も豊富で、とにかく美味しいと評判です。また、銀行の ATM やオンラインの複合機など、多種多様なニーズに応えられるように工夫されているので、旅行で初めて日本を訪れた外国人ならなおさら、コンビニエンスストアは、驚くほど便利なものに移ります。全国各地に展開。しかも、24時間営業というのは、日本の治安の良さゆえかもしれません。夜道にコンビニの明かりを見つけてほっとする、なんてこともありますね。続いてこちらも、日本の至る所で目にする自動販売機。外国では屋内設置が多く、人気の少ない屋外でも設置されているのは、日本ならではの光景のようです。日本を訪れた外国人の多くも自動販売機で、何かしら購入し、満足したと高く評価しています。また、自動販売機で購入可能なものの種類が非常に多いことに驚くようで、特に同じ自販機で温かいものと冷たいものが買えるのも日本の自動販売機ならでは、商品の実物が表示されていることも日本語が読めない外国人にも買いやすくなっていて、非常に便利なんだとか。最近では現金のほか電子マネーなどで購入できるなど、決済方法も多様に用意されています。さらに多言語対応の自販機も開発されていて、今後より外国人の利用機会が高まりそうです。次に、日本のカプセルホテルですが、簡易型の宿泊施設として、外国人にも人気となっています。狭くても完全独立型であること。都内でも5000円前後のリーズナブルな値段で泊まれることなど、ビジネスホテルよりもメリットが大きいからでしょう。それに加え、カプセルの形が未来的で、非日常的なイメージを与える作りになっていて、狭くても快適に過ごせる点が人気の理由となっているようです。女性専用のカプセルホテルも登場し、セキュリティ面でも一層安心できるようになったことなどから、今後一層需要は高まっていくでしょう。日本のトイレも弾みませんね。日本式の多機能性や洗練されたデザインなどは世界的にも有名ですが、特にウォッシュレットをはじめ、人の接近を感知して自動的に蓋が開いたり、離れる時には自動で水が流れたりするような最新のハイテク装置をトイレに施すのは、日本ならではの価値観として受け止められているようです。特に公衆トイレさえも高機能で清潔無料な上、車椅子でも入れたり、ベビーシート付きの個室だったりと、外国では考えられない日本のトイレが、訪日外国人を魅了しているのです。そんなトイレはもちろん街の清潔さ、綺麗さも、他国とは一線を画しており、世界中から高評価を得ていることの一つ。綺麗に保たれた街は、互いに嫌な思いをしたくない、相手にさせたくないといった集団的モラルが根付く日本文化の表れですが、外国人には新鮮に映ることが多いようです。ゴミ箱がないのにゴミが落ちていないことにとても驚くのだそう。私たちにとっては自分のゴミは自分で持ち帰るのが当たり前ですが、こうした習慣はとても珍しいようですね。ここでは外国人が新鮮に感じる日本を取り上げました。綺麗で清潔感のあるハイテクな日本のイメージを体現したものを多く取り上げましたが、これらは皆日本人の心の現れと言うべきものではないでしょうか。今後も海外から来る人々から良い国だと思ってもらえるような国でありたいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて
家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。